ハルエインは愛知県名古屋市緑区にある総統州の寺院。三号は大鉱山。本尊は多宝如来。自伝によれば、工事2年、大高城城主の水野大善が父、水野泉守の菩提を弔うために、尾張横須賀町源寺四世、ミネアン、厳粛を解散とし、父、泉守を回帰として創建。ハルエインの寺号は泉守の法名。 春江前薫禅城門に由来するという。水野大禅は、治療15巻を寄進したが、後に、豊臣秀吉は治療を20国機会と定めてそのうち14国9と6章を、年口に残り5国4章を除地とした。江戸時代には、本堂などが再建された。1879年に書院が、武田小九郎宅から移築、明治後期には、茶室が築かれた。 昭和に入ってからは、栗と不老格が建てられている。いずれの建物も、戦災を免れて現存しており、2005年7月12日に、境内に立つ七宗が、国の登録有形文化財に登録された。寺は、文人墨格との縁が深く、境内墓地には、洋信都市、山口高県、下村丹酸下村実ノルグリなどの墓碑が置かれている。胸札によれば、 文政13年に竹中組9代当主だった竹中泉の手で建てられたもので入もや作りも屋造り正面交配布本河原吹き間取りは六間取りで前面に広絵を設けた北条形式で江戸時代後期の典型的な総当集本堂とされる妻飾りの香料、カエルまた掛け魚などに彫刻によって装飾が施されているがそれ以外は 比較的に装飾が控えられている。本堂と同じく文政十三年に建てられた一軒一個役妹で、屋根は霧妻作り、本河原武器の屋根に二軒育る木。妻飾りには大柄の板カエルマタを用いており、香料、木花、カエルマタに装飾が施されている。1944年の昭和東南海地震によって倒壊したが、後に再建された。 本堂の西側にある書院は、天保元年から慶応三年にかけての間に、有松絞りの海藻、武田昭九郎宅に建てられたもので、床、棚、不書院のある十二条館と床付けの十八条館の2、部屋に、広縁がつく。薄前の、白鷺は狩の葉の蚊の長秀によるもので、三金交代の諸大名や、公家の休息に使われていたが、1879年に、移築された。 書院と本堂をつなぐ本玄関は、廊下ドは室で構成され、北面中央に敷内を設けている。明治時代に建てられた、美州久田流の海藻、西行庵、下村実るるのるりの作による、草案風茶室。切り妻造り、三河原吹の建物で、茶席は二畳台目、炉は、公設とする。杉川吹を、格子状に組んだ竹で押さえて捨て柱を立てた。 土日差しのほ他、竿園天井の竿や化粧屋根裏のたるきや狛狩など、各所に竹を使っている。慶王元年に建てられた手狼は、玉石で木段を築き、その上に笹らご下見たばりの袴越しが組まれて、回廊上に木星降乱を設置。組物はデサントの爪組で二軒線たるき、入りも屋作り、三河粟き各天井の各館には、彩色が施されている。 1936年に建てられた霧妻作り、毛屋久し付けの平屋建て。床付け8畳の1の間、4畳半の2の間があり、南と西に縁が付けられ、磨き丸太の床柱や床脇のあじろ天井のほか、縁の化粧屋根裏を丸太るきに、こまだとするなど、スキヤ風の作りとなっている。1933年に建てられた栗は霧妻作り。 参加はラブ機で2階建て。北東隅の吹き抜き土間の両組や洋風の階段手すりなどに特徴がある。かつての松地は大高町内に4カ所あるが、みだ地は無重となっている。日本名殺害時点では、かの久しぶとなっている。ありがとうございます。